コラボワクワクです。ありがとうございます。たくさんね、コラボやってってね。うん。とりあえず、オフシーズンの目標は、たくさんコラボすることだね。うん。たくさんいろんな人とコラボしていきましょう。うん。たくさんコラボしていこう。とりあえず、アキさんとコラボしたいね。うん。アキさん。二階堂アキさん。いや、ルミさんもそうなんだけど、二人はね、二人を呼ぶのはちょっと、スケジュール的にきついと思うから。うん、アキさんはね、一緒にね、みんな覚えてるか分かんないけど、去年ね、麻雀プロ、みんなで1位から5位まで順位当てないと終わればてんみたいな番組で、アキさん、ねるちゃんの番組でね、アキさんと共演したんだけど、めちゃくちゃ面白かったから、うん。ぜひね、コラボしてね、アキさんと、陰のモノトークみたいな、陰キャトークしてね、うん、なんかアキさんのこんな一面あるんだってのをね、みんなに知ってほしいですね。橋で話すこと、なんか企画を作るんですよ、だから。なんかこの企画やろうみたいな感じでね。そう、客観性のやつ。いろいろね、いろいろやっていきたいっすね。偽りの陰キャ。アキさんは結構同じ匂いは感じたけどな、普通に。という感じでね、いろいろオフシーズンやっていきたいっすね。うん。で、あとやっぱね、支部のね、チャンネルの方でも、支部のチャンネルの方でもやるんで、同時視聴ね。まあ、少なくとも1日ぐらいは同時視聴やるんで、まあ、誰かとやるんでね、誰とやってほしいって人いたらね、ぜひ書いてください。うん。誰とやって、みたいな。まあ、さすがにやるよ、うちのチャンネルでもね。まあ、一人でやんなくて、多分誰かとやりますんで。リンカリン。リンカリンね。なるほどね。リンカリン多いな。うん。リンカリンとやるなら、メンゲンかな。さすがにちょっと表でやるのは恥ずかしいな。リンカリンとやるなら、メンゲンっぽいな。タノ結構人気だな。新域チーム、新域チームもいいね。チームグラディウスでもいいね。うん。タノ、うん。あ、すでさん、同時視聴でした。グラディウスメンバーと合同でぜひです。ありがとうございます。ナイスバレてます。いろいろありますね。いろいろ。いろいろ考えてやっていきましょう。なんか知らないけどね、来週暇になったんでね。やりますか、監督と。確かに監督とやるのもありだ。でも監督とやると普通にただの桜ナイツ配信だな、それは。うん。監督とやると普通に桜ナイツのオンラインパブリックビューイングだな、ただの。うん。チブボボはありだね、普通にね。普通にありだけど、せっかくなんでやったことないね、人。行くか、渋水は断られそうだな、普通に。普通に断られそうだけど、まあまあまあ。そう、向こうが受けてるかが勝負だね、本当に。皆さん、いいです。どっちのいいですだろう。この書き方的に、あ、大丈夫です、みたいなね。大丈夫ですもどっちの意味か分かんないけどな。ジャガさんはな、別にいいんだけど、ちょっとやっぱ危険な企画ばっかりやってくるからな。うん。そんな危険な企画をやるチャンネルじゃないのでね、うちはね。はい。よーさん、松川さん、お願いします。ナイスされてます。松川さんは、毎日やってるだろ、インタビュアーを。インタビュアーやってるだろ、ちょっときついな、さすがに。うん。リオの解説最高だったよな、リオって呼ぶのか。まあでも、東條さんの解説よかったね。うん。東條さんの解説よかったね。明るい、とにかく。とにかく明るい東條さん。うん。とにかく明るかったね。うん。いや、明るいのはいいんだよね、本当に。解説はもう明るけりゃいいもん、本当に。うん。リオシブか。リオシブはきついな。リオシブはちょっと、あれだな、あまりにも、ハードルが高いね。リンカリン、タノ、水原さん、シブモモあたりが人気だったかな、パッと見。うん。そう考えたら、田之内くんめちゃくちゃ人気だな。その中にさ、ももさん、水原さん、リンカリンに田之内ってね、絡んできてるわけだから超人気あるな。普通に、うん。普通に信じがたい人気だわ。普通に信じがたい人気ですね。あとチームグラディウスね、チームグラディウスも結構人気でしたね。そこに食い込んでるからね、すごいわ、タノは。うん。MT さん、大師匠の河野直さんと同時視聴で癒されたいです。ナイスバレてまーす。
なんかね、河野くんと同時視聴はね、ありなんだけどね、なんていうのかな、解説と解説の同時視聴で、ぷわーってなるから、ちょっとあんまり相性的には良くないんじゃないかなと思ってるけどね。うん。相性的には良くないんじゃないかなと思っている。そう。わちゃりそう。そうそうそう。うん。実況不在みたいだね。うん。だからなんかね、解説&解説みたいな感じになんない方が基本的にいいんだよね。だから水原さんとかももさんとか、チームグラディウスとかは結構ね、いい感じかな。まあ、リンカリンもある、そういう意味ではいい感じかもね。うん。日吉さんはね、いい感じだけど、日吉さんは、超多忙だからね、普通に。水原さんの可愛さの解説してください。どういうこと？水原さんの可愛さの解説をしなきゃいける。それちょっと難易度高いな、さすがに。水原さん、ここが可愛くてね、とか言ってたら、普通に、渋川さん、ちょっと、普通に気持ち悪いっす。普通にって言われそう。うん。普通に気持ち悪いって言われるのはまずいんでね。APP。APP より多分、水原さんの可愛さを解説する方が気持ち悪いという僕の個人的な感想ではね。うん。水原さんとは僕は何と言うも言うより仲いいんだけど、水原さんはなぜか仲良くないと言い張ってる。どっちが正しいか皆さんが決めてください。僕はとにかく仲いいと思っている。うん。向こうは仲良くないと思ってるというね。おしずさん、今年いろいろやりましょう。監督がキラーンとして、まず堀さんを働かせてくださいね。まず堀さんをね、堀さんをちゃんと動かしてくださいね。お願いします。弁当争奪はやったんだよ、もう。やったんだよ。これね、マジで、本当にね、桜ナイツ、トラッシュトーク最強決定戦、めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い対局だったんで、本当に全員に見てほしいですね。ファイナル終わったらアップされる予定なんで、ぜひ見てください。マジで面白い対局でしたね、本当に。今のところどんなコラボ予定ありますか？とりあえず、先場師匠のダジャレクイズ、そう、ダジャレクイズは出ます。ダジャレクイズ出て、あとはね、あとはまあいろいろありますよ。まだね、出てないやつとかはあるんでね、ぜひ楽しみにしてください。うん。いろんなのありますんで、いろんな企画やっていきましょう。まだ、まあ、明かしてもいいと思うんだけど、一応明かしてないやつあるんで、いろいろありますんで。あ、ニーナさん、今日お疲れ様です。お疲れ様です。ニーナさん、今日同時視聴やってたね。支部は出れなかったけど、同時視聴ありがとう。うん。盛り上げてくれてありがとうね。ニーナさんね、最近あれなんで、ニーナさんの配信見てるんだけど、最近ちょっと、始まってるね。クソプッシュとクソ追いかけリーチがね。ちょっとやりましょう。今度またね、ジャンセイ計画。気合入れ直し編。うん。ちょっとクソプッシュ、クソ追いかけリーチが目立ちつつあるね。はい。もう一回叩き直さないとね。うん。ピヨピヨ、ピヨピヨニーナにしないとね。